BLCD コレクション桃瀬庵原作仲間で愛して2顔面至上主義のイケメン高校生時は顔は可愛いけど性格にトゲだらけな譲り派同じクラスの二人は相入れない存在だった第一印象は最悪バカだしムカつくし人をイライラさせる天才可愛いのは顔だけすぐに怒るし手は出し素直じゃないでも体の相性は最高反発しながらもセフレとして体を重ねるうち似た者同士で惹かれ合い紆余曲折の末恋人になった二人慣れない関係に戸惑い素直になれずに後悔したりすれ違ったり体だけじゃない恋人としての距離感を意識し始めてそんな素直になれない二人のエロトロスクールラブドラマ CD 第2弾が発売決定時はお待たせ帰るかあその前にこれ、ミユちゃんにお願いされて。はあ？あいつ、何考えてんだ。これを読んで、録音してほしいってさ。めんどくせえ。ミユちゃんから、この前のお詫びですって、掃除先輩に伝えてくださいって言われたんだけど、何のこと？いや、何でもねえ。てかこれ、お詫びじゃなくね？よくわかんないけど、さっさとやって帰ろはいマジかってこれ BLCD コレクション仲間で愛してには2022年4月22日税別3000円にて全国のアニメイト並びにムービック通販にて発売極度の面食いイケメンだが素直になれない譲り派を受け入れてくれる意地悪だけど優しい男時は掃除を江口拓也何その紹介文面食い以降ほぼ間違ってないいや全部事実だろなかなか素直になれず恋人になった時はとの関係に悩みながらもけなげに地に頑張る姿が愛らしい譲り派育みを時俊一他多彩なキャスト陣にてお届けあ、何これお前自分で愛らしいとかだって書いてあるから仕方なくおいおいまだ続きあんぞ譲り派誰が読むかたくあいつ何がしたかったんだアニメイトでグラッテっつう企画もやるらしいグラ何クッキーとかドリンクに俺たちのあんなところやこんなところを印刷したのが売ってるってドリンクに印刷すごそんな技術がってはな何が印刷されるのせっかくだし行ってみようぜおごってやるよ印刷されたら困る思い出がちらほらあるようなうん何ブツブツ言ってんだよ置いてくぞちょ待てってへえいろんな柄あるらしい酒井と田辺にも買ってくか買わなくていい一歩先のエンターテインメントムービングオン